まったく私は優秀ね。自分で言いたくないけど。いいから本題に入れ。そういう気分じゃない。バシリスクが採石場を調査しているアメリカ人を恐れているわ。あなたのことよ。だからフロストフをより安全な場所に移動させたの。彼はクロサビッチが捕らえたエンジニアが働いていた古い研究室に移せと言ったのよ。フロストフか。モサドがスカウトするつもりの優秀な科学者。分離派がフロストフに何を望んでいるか気になるけど、今は今ではこの男は23ソサエティの手にあるも同然だ。やれやれ、そのクロサビッチという男は何者だ。ミカエル・クロサビッチ、政治家で地元の市長よ。芯まで腐敗しきった。フロストフは誘拐された科学者たちがかつて作業を行っていた古い研究室にいるわ。つまりそいつが鍵となるわけだ。居場所は分かっているわ。ロバートを救うには遅すぎるのかもしれん。やってみるしかないわ。通信終了。張っていたわ。なかなかに狡猾な男ね。今はレフトラプシュと会うために移動中よ。トラプシュ、最重要指名手配のリスト内にあったな。市長は悪党に囲まれてる。顔を出すのは賢明ではないわ。一番いいのはトラプシュを始末して市長を怖がらせて村に戻すこと。そこはチームに対処させよう。グッドラック。通信終了。そこで標的を待つ。よし、気をつけて。分離派は必ず狙撃地点を全て確認するはずよ。確認した。俺の合図を待て。標的を見つけた。だが連れがいる。さらに人が多くなってきた。民間人の犠牲者を出す必要はないわ。完全に狙いをつけられる時だけ引き金を引いて。あなたならできるでしょう。バルコニーにスナイパーが一人いる。
評価撃つ前に護衛の気を引く必要があるな。ああ発電機か、使えるかもな。あれで護衛の気を引けるな。ターゲットダウン。市長が逃走中。次の行動を開始する前に報告して。どうして？私はクロサビッチ市長の監視を続けて村まで追跡するわ。彼の正確な居場所をつかめば。知らせてくれると。時間と弾を無駄にする必要はないわ。ありがとうラケル。ようやくね。礼儀はきちんとね。どういたしまして。通信終了。予定地点で罠にかかったわ。捕まえに行って、あんまり乱暴しすぎないように。少しだけ乱暴するのは？彼には生きて健康な状態でいてもらう必要があるわ。あとは私に任せて。クロソビッチを捕まえ尋問する。それからフロストフト23ソサエティの隠れ家に向かう。いいだろう。了解した。通信終了。
鍵を見つけないと。ラケ、今どこに？誰が助けろ。もうついてるわ。お前ら。Why am I here? What do you want from me? Come on, Mikhail. You're not that stupid, are you? You're fucking kissing a lot of 23S ass. Are you satisfied? You're going to tell us everything you know. I don't know anything. I was just a runner. I gave them guns and ammo. Sometimes I provided that scary-looking prick Vasilisk with companions, but that's it. You're a fucking terrible actor, Klosovich. Don't piss me off. Maybe. I heard something about some American engineers who were abducted. American engineers? Yes, non-military. They were repairing a dam or something. But that's all I know, I swear. Flosto. Rings a bell, doesn't it? Where is he? I've never heard of anybody named Flosto. Fuck! It fucking hurts! Stop! Flostov! Dr. Sergei Flostov. I don't fucking know who that is. I don't fucking know who that is. I swear to God, please! Fucking liar! Shine, stand down. Now! You know he's lying. I swear to you that I'm not lying. I cannot believe this. You can deal with this fucking mess yourself. Meet me in the next room when you're done. I don't care what you do. So long as you keep your bitch at bay. Start telling me everything you know about the 23 Society, or I'm gonna bring her back in here. No, understand? No, okay. I'll tell you what I know, but please take this shit out of me. What the fuck was that? He wasn't going to talk without the proper motivation. Don't give me your bullshit about motivation. You knew damn well what you were doing. Did it not work? You do not abuse prisoners. You fucking know that. Did it not work? A group of engineers, Americans, were taken by separatist forces not far from here. We find them, we find our way directly to 23S. That easy? That easy. See? It all worked out. では分離派についてよく分かってきたでしょ。私もよ。民間人のエンジニアを誘拐するというのは分離派の優先度の高い目的かしら。いや、そうよね。もし分離派がこれに関わっているとすれば、彼らは単に配達サービスを実施しただけよ。頼まれて誘拐した。おそらく23ソサイティのためにね。ああ、分離派は何かを作るより壊す方が専門だからな。強化兵に加えて23ソサイティが作っているものは何？俺が知るか。23ソサイティこそが行方不明のエンジニアたちの鍵となる存在よ。注意してね。おそらく私たちは真実に近づいてるわ。ロバートの手がかりにつながればいいが。通信終了。今回のミッションは重要だ。アメリカの民間人の命がかかっているからな。理解していますよ、上官殿。そして彼らの安全は我々の最優先事項ではない。唯一の優先事項だ。イエスサー。しかし黙れ。お前
前には自由を与えてきた。多すぎるほどの自由だ。だが今回は全て忘れてこれに注力してもらう。理解したか？イエスサー、理解しました。民間人が関わっている以上、ロバートのことを考えてなどいられん。ロバートはミッションに無関係となる。完全に無関係だ。これは上官命令だ。通信終了。エンジニアらしき姿は見えないな。内部にいるのか？
USMC のジョン・ノースだ。君たちを救出しに来た。ようやくだな。フランク、数人確保した。ジョン、行方不明者は4人だ。残りも見つけてくれ。了解。ありがとう。俺の合図を待て。ヘリが向かってる。ここにいろ。俺の合図を見たら上の階に向かえ。OK。おい、なぜ作業が止まったんだ。確認してみろ。ヘリがダムに到着した。身を沈めろ、ノース。敵が向かってる。エンジニアの脱出を。ヘリまで走れ。急げ。情報源となるのはこの男だけね。アウト。